ある程度とかかなり出てきたと思いますので、それはしましょうか。それはしましょう。それでは、発表されている方に、ここで拍手をお願いします。それでは、いつもはですね、ここで皆さんはどんなことやってますかみたいなことをまた聞いたりするんですが、逆に他の人の方の聞いてね、あ、これ面白いなと思ったら何かありました？あ、こういうのいいなと思った。よかったらちょっと、相手の方の聞いて、あ、こういうのあるんだっていうの。いや、今日は僕が。ああ、じゃあ。うん、営業戦術量3倍の話にならないで、はいはいはい、地域戦略の効果が出てきて、はいはいはい、来店が多すぎてオーバーフローして困ってるという素晴らしい話。それは萩谷さんと、はい、へー、それは想定外だったんですか？想定外にお客さんが来るんで、スタッフの人たちがちょっと対応がオーバーフローしちゃって。理由は何？ダイジェスターの何の地域で地域戦略、接近戦、急戦、すごいですね。その通り。それ何見てくるんですか？チラシとか。そうです。あ、もう狭い範囲で松本市内だけで、はい、もっと絞りました。おー、小さい。いや、結局もうそうなんで、これ借りる時も思ったんですけど、事務所借りる時もどこ行っていいか分かんないんですね。不動産いくらでもあるんだけど、その中でどこかってね、分かんない、見えがないです。そう、だから逆に言ってくれれば、あ、じゃあ行こうかなってなるんです。中島じゃあの人だから多分そうです。あ、古川、古川さんね。へぇー、って分かんないもん。いくら情報持ってるったって、やっぱりね、どこ聞いていいか分かんない。狭いところに何回かは意図的に。そうだよ、それはそうだ。中洲の戦略は地域戦略と商品戦略でしょ、テナントっていうんですけど、商品を、まあ、うちは、うん、物がある、不動産だけど物がある、要はマンションと戸建てに絞り込んで決めた。あ、はい、あ、中古とマンション、中古住宅、まあ、新築でもいいんですけどね、あのオフィスとかそういうのではなくて、でもね、あとアパートの一棟とかそういうのもいいかじゃあ、売買に特化したくなる、うん、売買、賃貸じゃなくて売買、売買の個人の人の住む家とか戸建てとマンション、うん、だからテナントの売り買いとか、うんうんうん、それからアパートの売買とか、うん、それから賃貸も、うん、アパートの賃貸も抜き、うん、アパートの売買も抜き、うん、そこを絞り込んで、商品を絞り込んで、ちなみにそこを絞り込んだのは なんでそこに絞り込んだ、うんうん、ちょっと分かんないんだけど、まだ専門でやらしている人間が入社2ヶ月目と3ヶ月目なんですよ。ああ、ね、あの方ですね。へで、それぞれに担当地区っていうのを決めたんです、うん、でそこのことだけを特化して終わりちょうだい、うん、なるほど。小学校は何、小学校、中学校は何、スーパーは何、コンビニは何があるの、道路何もせあるの、川が何かっていうの、そこだけは詳しいっていうのを全調べさせて、うん、あとは地域を覚えるためにポスティングしなさい、全部タッチしなさい、まあ、全部タッチはできないですよ、先生がね。そうすると、あそこのところ行くと車に通ると見えない、こういうのがあるんですよとかね、その地域を知らせる、覚えてもらうということでポスティングさせて、だから今そのオーバーフローしてるっていうのは売買ですので、うん、リタイアスっていう人が現れて、解体してるって人がこうマッチングさせるんですけど、うん、入社2ヶ月前の人はもうそれが結果が出てるんですよ。すげえ、ね、素人が言って一番バイバイって一番難しい、ハードルが高くて、ね、賃貸が一番簡単な感じですけど、マンションの賃貸とかあんなのイメージとしては簡単なの。マンションリタイですって連絡来ますよね。その部屋がいくらするかっていうのは価格の査定から始まるんですよ、うん、でそれを一人で生かしてます。だからその前も教育するんですけど、もともとそういう業界にいらっしゃったわけじゃないんですよね。未経験の人だけでした。癖のない人がいました。一人は主婦です。40歳の主婦、一人は50代でした。業界の営業も。パートさん、パートですか？二人とも。え、パートさんも業界未経験、営業未経験の人でした。まさしく一人で動かす。すげー、本当に出会った時の挨拶の仕方から、名刺の出し方から、お礼を言いなさいって、お問い合わせいただきありがとうございますっていうところから見てるんです。
その人たちに一人で査定って言って初めて売り主さんに会って、うん、その査定するための資料、マンションの間取り図とかね、うん、そういったものを借りてきて、で会社に戻ってきて査定書っていうのもフォーマットなんですけど、その通りに書いていれば答えが出るようになってるんです、うん、それをやらせて、で一人で行って売り主さんと折衝して、うん、じゃあお宅たくさんのお産会社からお宅がありますあなたがありますっていうのも書類なんですけど、うん、っていうのをやって2ヶ月目の人が結果出して、だから月っきりで教えないと不動産怖いですからね、はははは、素人が素人判断であると怖いから、ね、うん、全体の流れを教えておいて一つ一つを細かく教えてトレースしながらっていう感じですから、そこにボボボボンって反応しちゃってるんですから、うーん、本当はもうちょっとゆっくりの方があれですよね、ある程度その人ができるようになってからのがね、本当はあれですよね、だから来月はもうここ打たないよ。すごい。おまくもいちゃうでしょ。ああ。売りたいです売りたいです売りたいですって人がいっぱい反響が今出てきて。ああ。だからこのランチェスターの会だと思います。もう怖い。非挑戦金であるから。で今それをそんなにして実践してたんです。それなんで。一番早く成果出たんです。すごいですね。だってこの間までうちは地域戦略やりませんとかって言われてましたよね。地域戦略ってすごい効くんですね。まあその業種にもよるんでしょうけど、ちゃんと実は足元にそういう要求があった。そういうことです。特に店舗型はね、うんうんうん、そう不動産の地域戦略ってイメージつかなかったんですよ。不動産やってない人だから常識ないとこですよね。不動産地域戦略は広きゃ広いほどいいわけですよ。しろってやってみようと。もう少しじゃあ、でもそうですね。じゃあもう少しこうそれをね、こう分けて聞いていきたいんですが、地域